エコルカードは、福岡都市圏、地豊地域を運行する、西日本鉄道並びに西鉄グループ各社の、路線バスで使用できる学生向けフリー定期券。2003年4月1日発売開始。福岡都市圏、地豊地区の指定地域の西鉄バス、一般路線全線に乗車できる、定期券で、学生のみが購入できる。少子化に伴う通学需要の減少に加え、 福岡市地下鉄七熊線の開業が決定し、同線が開業した際に地下鉄沿線の学校に通う通学利用者がバスから地下鉄に大幅に転移することが見込まれたため、通学需要の確保を目的として発売開始された。エコルとはエコロジーとエコノミーとエコールに由来する。エコルカードの導入後、対抗して福岡市交通局も 地下パスという乗り放題定期券を設定している。学生用の価格は両社で同水準であり、2014年4月時点では消費税増税後も価格を据え置いたエコルカードの方が増税分を転嫁した地下パスより安価となっている。また、地下パスには通学でない大人用の設定が存在している。福岡市近郊の五市二群が対象エリア。 2013年には発売10周年を記念して4月から9月、同10月翌年3月までと期間限定で6ヶ月券を発行しており2014年4月からは同じ価格のままで本格運用となる2015年4月以降利用エリアの縮小が行われた2015年4月のエコルカードのエリア縮小に合わせて 従来の旧資産群、九大糸キャンパスをカバーする、県主として導入。改定前の糸エコルカードとエリアは同じだが、価格は上昇している。ワイドエコルカードの対象エリアに加えて、地区エリアでも利用できる。発売当初は、思考扱いで、地区地域に所在する学校に通学する学生に、限られ、地区地域在住で、 地区法地域外の学校への通学者は利用できなかったが2009年度から本格実施に際して学校の所在地による発売制限がなくなった。これには JR 九州福北豊か、センとの競争が関係するが地区法エコルカードは JR の通学定期券に比べて割高である。エコルカード、地区法エコルカードで 九州大学イットキャンパスエリア地区の利用では別料金が発生することになったのに伴い発売。対象エリアは基本的にエコルカードと同じだが当カードでは同キャンパス地区でも他地区と同様に利用できた。2015年の改定に伴いワイドエコルカードへ移行し廃止された。すべて福岡県。なお例外もある。 エコルカードワイドエコルカード、イトエコルカード蒸気のエコルカードのエリアに加えて、以下のエリアも対象となる。蓄砲エコルカード蒸気のエコルカードワイドエコルカードのエリアに加えて、以下のエリアも対象となる。エリア境界以下の対象エリア内外をまたぐ路線は、対象エリア内の境界バス停とエリア外の上行バス停との間の運賃を支払う必要がある。ただし、 星印については、ワイドエコルカード、畜放エコルカードでは投資、利用が可能であり、また印については、畜放エコルカードでは投資、利用が可能である。IC カード、ニモカが整備されたことから、2009年度分から順次、時期券が廃止され、ニモカに移行。エコルカードは2009年3月16日以降、発売の分が対象となる。 地区法エコルカードも西鉄が2009年5月31日に地区法地区でニモカを一斉導入したことから同年6月以降の発売分はニモカとなった。それまでの地区法エコルカードは試験での発売だった。1ヶ月用、3ヶ月用、6ヶ月用、1年用がある。通用期間の開始日は1ヶ月3ヶ月券については月の初日のみ。 6ヶ月券は4月1日、10月1日のみ、1年券は4月1日のみである。小学生、中学生及び障害者は半額となる。なお、2017年度分から期間方式が追加設定される。本施策は同様の方式をとっている、ヒルパス、ヒルパスロングでも実施する。休校エコールライナーの方向幕本カードにちなんで、 エコルライナーを愛称とし、福岡市中心部と各地の大学、高校を結ぶ通学バスが運行されている。愛称は一般公募で決められた。なお、通学利用者やエコルカード利用者以外でも一般路線と同じように利用できる。現在は以下の6系統が運行されており、いずれも平日のみ通学時間帯に合わせ運行される。 2009年9月28日運行開始。通常の急行と違い今塾ランプを経由する。9大ビッグオレンジ9大総合グラウンドバス停は、九州大学糸キャンパス内にある。土日祝日に、臨時で運行することもあったが、2018年8月以降は、渡辺通り1丁目と、天神9大糸キャンパス間の停留場を通過する、直行が運行されている。 博多、吉塚営業所が担当。2009年9月28日運行開始。国体道路区間は各バス停に停車する。朝に、九大糸キャンパス行きを、夕方に、六本松方面行きを一本運行し、全便が、野方方面との直通となる。行き営業所が担当。2004年12月1日運行開始。朝に、 福岡大学の一元の開始に合わせて、下りを、夕方の福岡大学の四元の終了後に上りを、運行。2011年より、下りが、中村大学前に停車。2013年3月のダイヤ改正で、上りが、天神終点から、博多駅終点となった。停車地のうち、赤坂二丁目バス停付近には、筑紫女学園中学校、高等学校が、 六本松バス停付近には、福岡大学附属大堀中学校、高等学校が、中村大学前バス停付近には、中村学園大学が、副大学学部前、副大正門前、副大前、東七熊バス停付近には、福岡大学がある。片い営業所が担当。博多駅系統は2005年2月3日より、エコルライナーとして運行。2011年より、 下りが、中村大学前に停車。朝に、福岡大学の一元の開始に合わせて、下りを、夕方の福岡大学の4.5元の終了後に、上りを運行。片庭営業所が担当。2020年3月21日のダイヤ改正より、7時台、9時台にも、増便される予定。大橋系統は2015年3月23日、運行開始。 早朝に上りを福岡大学の一元の開始に合わせて下りを運行。福岡大学の長期休暇期間は運休になる。2019年3月のダイヤ改正で上りが新設された。片庭営業所が担当。2005年3月1日運行開始。朝に天神福岡清涼高校のみ運行で全便が504番505番から直通する。 実質206番の快速で、荒井四角以降は、確定の206番として運行する。停車地のうち、中村大学前バス停付近には、中村学園大学、中村学園女子中学校、高等学校が、山陽高校前バス停付近には、中村学園山陽中学校、高等学校が、福岡西陵高校前バス停付近には、 福岡市立福岡清涼高等学校がある。域営業所が担当。2007年10月1日運行開始。2009年3月の改正で一部の便が、西南中高前から、のこのと線上まで延長された。西南中高前駅とのこのと線上駅がある。天神北までは各バス停に停車する。停車地のうち、住吉バス停付近には、 聖火女子高等学校が、西南中高前バス停付近には、西南学院中学校、高等学校が、あたごはま小学校前バス停付近には、福岡市立福岡女子高等学校がある。あたごはま営業所が担当。2011年4月1日に、休校214として運行開始。その後2015年3月21日のダイヤ改正で、エコルライナーとなった。 停車バス停は、福岡大学線停車バス停に、双葉学園入り口、別府駅前を、特、階203停車バス停に、中村大学前、原4丁目を加えたもので、停車地のうち、双葉学園入り口バス停付近には、福岡双葉中学校、高等学校が、中村大学前バス停付近には、中村学園大学がある。朝に、野方駅を急本運行。 駅営業所が担当。2017年3月27日運行開始。2016年3月26日のダイヤ改正で、設定された博多駅小笹の区間便を格上げする、形で、エコルライナーとなった。博多駅渡辺通り一丁目間が無停車である。点以外は、通常の58番と同様である。朝に、小笹駅を4本運行。 停車地のうち、上水通りバス停付近には、福岡県立福岡中央高等学校、教会前バス停付近には、福岡双葉小学校上地、福岡中高前バス停付近には、上地福岡中学校、高等学校がある。日原営業所が担当。ありがとうございます。